内閣官房からコロナウイルスを広めないためにお知らせします。12月や1月は忘年会や新年会で一緒にご飯を食べたりお酒を飲んだりすることが多くなります。するとコロナにうつりやすくなります。そこでコロナにかからないように気をつけてほしい5つの場面をお知らせします。この5つの場面では特に気をつけてください。1つ目は一緒にお酒を飲んだりご飯を食べたりするパーティーなどです。普段会わない人がたくさん集まって一緒にご飯を食べたりお酒を飲んだりする場面です。アルコールで気分が良くなると気をつける力が弱くなったり聞く力が弱くなったりして大きな声を出しやすくなります。すると飛沫という口から出る小さい水の粒が飛びやすくなるのでコロナにうつる危険が高くなります。同じコップで飲んだり同じ箸を使ったりすることもやめましょう。2つ目はたくさんの人と長い時間ご飯を食べたりお酒を飲んだりする場面です。バーやクラブ、夜遅く続けて違う店でお酒を飲むことは短い時間一緒にご飯を食べることよりもコロナにうつる危険が高くなります。今年の冬、お酒を飲む時間や量は多すぎないようにしましょう。3つ目はマスクをしないで人と話す場面です。マスクをしないで近くで話すと飛沫という口から出る小さい水の粒が飛びやすくなるのでコロナにうつる危険が高くなります。マスクをつけることは自分も話している相手も守ることができる方法です。4つ目は狭いところで一緒に生活している場面です。学校の寮やトイレなど一緒に使う場所でコロナにうつった例があります。密、人と近くならないようにしてよく手を洗ったり必ずマスクをつけたりしましょう。5つ目はいる場所が変わる場面です。仕事中は病気が広がらないようによく気をつけていても場所が変わるとコロナにうつる危険が高くなります。例えば休み時間にお茶を飲みながら話したりタバコを吸うところで話したり着替えるところで話したりする場面です。冬は家の中にいることが多くなりますからコロナがうつる危険が高くなります。今伝えた5つの場面に気をつけながらコロナにかからないようにしましょう。これからも協力をお願いします。